7時半なんだ。まだ全然早いんだな。いや、俺はこのくらいに起きるの癖になってるだけ。お前に起こされたわけじゃないから。そっちこそ起きるの早いな。どこ行くんだよ。朝飯？はあ、何？腹減った？俺も平気。朝そんな食わないし。お前だって別に腹減ってるわけじゃないならいいだろう。もう少し寝てよ。せっかく休みなんだから。ああ、なんでだよ、先に起きるって。だから飯は後でもいいって。ああ、飯作りに行くんじゃないなら今日なんかあるとか。そうでもなくて。じゃあなんで。何、俺に言えないようなことなのか。ん、なんだよ、こっち向け。見るなって何を。言わなきゃわかんないだろう。何は、すっぴん。なんだ、そんなことか。そういえばお前、俺が泊まるときはいつも先に起きてたけど、もしかして俺にすっぴん見られないようにしてたのか。悪い、笑って。でもんなことで、だって見るのは初めてじゃないし、なんなら昨日の夜も見てるのに。ごめんごめん、もう笑わない。顔とか別に気にしなくていいから。はあ、もう、なあ、手どけろって。やだ？なんで？恥ずかしいって、だから昨夜も見てるだろ？朝はいいや。朝も夜も変わんねえよ。てか、むしろ俺は朝の顔が見たい。起きたばっかの、ちょっと油断してる感じの顔。そのまんまのお前って感じがする。そういうのが嫌とか言うなよ。俺は好きだって言ってんのに。朝飯とかいろいろしてくれんのもいいけど、ここにいろよ。そんで早く手どけろ。こうやって朝一緒にいるのも久しぶりだろ。見たいんだよ、朝のお前も。ほーら、やっぱ隠す必要ない。すっぴん可愛い。なのに何がそんなに気になるんだか。あのな、言っとくけど見るなって言われたら見るぞ。意地悪じゃないって、そういうもんだろ人間って。するなって言われたらしたくなるっていうか。それにお前の照れてる顔いいんだよな、もっと見たくなる。バレたか。
今のはわざと意地悪に言った。それはそうとして、これからはもう先に起きようとか気にしなくていいから。ちゃんとしてるお前も好きだけど、こういう気抜いてるとこも含めて好きなんだよ俺は。休みは休みにしか見られないお前が見たい。それが仕事明けの楽しみなんだから、俺の楽しみ取るなよ。分かったらここにいろ。うん。